こんにちは。キリギリスの赤ちゃん。ただいまご飯中。菜の花です。4月になると幼体が出始め、暖かな日はよく見かけます。キリギリスといえば、キリギリス、泣くや、下夜の寒しろに、衣かたしき、一人かもねん。という百人一首を思い出しますが、残念ながらここで言うキリギリスとは、コオロギのことです。擬人化された虫が描かれた、キリギリス絵巻。住吉女系作。この絵巻は素敵です。また、太宰治も短編にキリギリスがあります。変わってしまった夫にやるせなさを感じ、別れを告げる。そんな小説です。芥川龍之介の羅生門に、キリギリスが描かれています。ただところどころに塗りの剥げた、大きな丸柱に、キリギリスが一匹止まっている。荷塗りの柱に止まっていたキリギリスも、もうどこかへ行ってしまった。とあります。キリギリスは寂しさや孤独を表す象徴になっているようです。キリギリスファンの私としては、どのように捉えられていても嬉しいです。まだ食事中ですね。キリギリスを漢字で書くと、こちらはコオロギとも読みます。童話、アリとキリギリスでは、怠け者として描かれています。キリギリスの別名、ハタオリ。鳴き声から、ギッチョ、ギッチョン、ギリッチョ、ギス、などと呼ばれ、ハタオリ機の音に聞こえることから、ハタオリ、ハタオリ虫、ハタオリ目などと言われます。キリギリスは1月頃から鳴き始めます。30度を超えると活発に鳴きます。この鳴き声がすると、ザ夏と感じます。キリギリスは夏の虫ですが、俳句では初秋の季語です。小便の、身震い笑え、キリギリス、一茶。キリギリスは観賞用に飼育されてきました。江戸時代中期には虫売りという行商がありました。当時コオロギ以外、鳴く虫に商品価値がありました。鳴く虫のキリギリスは竹製のカゴに入れ売られ、店先や縁側に置かれ鳴き声を楽しみました。江戸の夏の風物詩だったそうです。幼体から飼育するには、タンポポやキバナコスモスや菜の花などがあるとよく食べます。少し大きくなればキュウリや、カツオ節やスズムシの餌などを与えます。また、水分を霧吹きで1日1回から2回吹きます。また、直射日光が当たらない方がいいと思います。飼育ケースの清掃もあまり汚れないうちにします。幼体の頃から足が長く、スタイル抜群です。キリギリスの仲間はたくさんいます。ヤブキリ、ヒメギス、コバネヒメギス、クビキリギス、林の馬追、小笠原、クビキリギス、渋色カヤキリ、カヤキリ、ヒメクサキリ、クサキリ、オオササキリ、ホシササキリ、薄色ササキリ、ササキリ、クツワムシ、ツユムシ、などなどたくさんあります。ごちそうさま。ヤブキリです。緑色が美しいです。
キリギリスは東キリギリスと西キリギリスがあります。西キリギリスは近畿地方のキリギリス、四国キリギリス、南キリギリス、対馬キリギリス、壱岐のキリギリス、五島のキリギリス、屋久島、種子島のキリギリス、奄美大島のキリギリスがあります。東キリギリスには藤沢キリギリス、山キリギリスがあります。一般的には東キリギリスは側面に黒斑が多く羽が短い、西キリギリスは黒斑が一列程度で羽が長い。ちっちゃ、大きい。ちっちゃ、大きい。飛んだキリギリスの飼育は様々な楽しみがあります。まずは脱皮です。7回8回と脱皮を繰り返し大きくなります。大きくなったキリギリスは肉食になります。キリギリスの交尾や産卵脱皮の映像をアップしています。合わせてご覧いただけますと嬉しいです。脱皮や羽化はとても大変です。長い後ろ足やメスの長い産卵管など脱ぐのに大変時間がかかります。キリギリスは飼育下では12月頃までかすかながら鳴いたりします。12月半ば頃になると伏節が壊死し動けなくなったりします。今までの経験では12月末までが最長でした。サイズはこのくらいです。やぶきり乱入。驚いたのはやぶきり。